世は獣王連合艦隊旗艦長門である。お主は指揮官か。天下を取る資質があるか、しかとこの目で見させてもらおう。獣王の魂、獣王の誇り、そして獣王の栄光、かの時代そのものの象徴でもあるビッグセブンの世を刮目してみるがよい。これでいいか。疲れたから世はもう休むぞ。おかえり。舌を噛んだだけだぞ。皆の顔に笑顔があふれておる。世はこの場所を気に入っているぞ。争いは好まぬ。しかしあの時は世に選択肢はなかった。戦争を語る輩は果たして本腰の覚悟と自信はあるか。かの天才で救った民の笑顔、世は絶対に忘れない。あれこそ世が守りたいものである。あれ、こうもたやすく世に触れた者はおらんかったぞ。無礼者。任務の書類はこれでよいか。世はよくわからぬが。任務報酬。よいしょ。ふぅ、ここでよいのか。この紙切れはメール。そうか、メールか。世にも読ませてもらってよいか。人を出迎えたことはないが、砲を撃てばよかろう。お主の願いは世に過ちを繰り返させることか。世は分かった。何事か。世、世は何もしておらぬぞ。あの働きをヤマトに任せてから、世のすることは戦いしか残っておらぬぞ。皆ともっと一緒にいろだと。一緒にいても世は何をしてよいのかわからぬし、それに世のことを皆が怖がっているのは目に見えておる。何をしておる。どうして世の偽装を下ろそうとするのだ。なるほど、偽装を下ろしてから皆に怖がられなくなったな。確かに気持ちが軽くなっておるが、でもこの淡い喪失感はなぜだろう。帰還をヤマトに譲った時と同じような。大切にしてくれる人がいた方が良いのか。じゃあ世を連れ出すのがお主だから、責任を取ってもらうぞ。つまり、
お主に命じる。世を大切にするのだ。どうだ。委託が完了したぞ。おい、せっかく世が時間を覚えたのに、お主は何も思わんのか？矛を収める日が来るように。また、悲しい戦争を。知れ者が、何故世を怒らせたのだ。また失敗しちゃった。世は長門。十王の長門である。決戦の時か。